ようこそお越しくださいました。改めてご紹介しましょう。ミニオン大好きリサさんです。リサです、よろしくお願いします。ミニオンパーク5周年をお祝いしたくて駆けつけてきちゃいました。いやもう嬉しい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。まあ、リサさんはもうミニオン大好きというふうに伺っているんですけども、はい、まずミニオンの魅力、好きなところから伺ってもいいですか。はい、昨日もミニオンと一緒にミニオンパークをデートさせてもらったんですけど、はい、やっぱりここに来るとミニオンからたくさん元気をもらって、はちゃめちゃなミニオンからいっぱい元気をもらって超元気になります。はい、また今たくさんのミニオンたちに囲まれてますけども、はい、これもまた超元気になりますよね。そうですね、しかも私のうちにはもうミニオンたちのグッズ、もうここでたくさん集めたグッズから本当にたくさんのグッズがいっぱいあるので、普段からたくさん元気をもらっています。そんなミニオンと今日実際に会えてすごく嬉しいです。いやもう我々としてもとても嬉しいです。ありがとうございます。昨日デートしたというお話もあったんですけども、はい、じゃあユニバーサルスタジオジャパンとかここミニオンパークで遊ばれた感想なんかもお伺いしていいですか。はい、そうですね、シーズンによってもそうですし、どん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 このミニオンパークが進化していって、本当にいつ来ても元気になります。もうぜひね、まだ体験されてない方も含めていろんな方に楽しんでもらいたいですよね。そうですね、超興奮するポイントも、映画を見てらっしゃる皆さんには特に、ああ映画のこのシーンだとか、映画に出てくるゲームがあったりとかして、すごくこの場所で映画を体験してもらえるので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。で今映画のお話もあったんですけども、リサさんこの夏公開の映画ミニオンズフィーバーでゲスト声優をされましたけれども、はい、声優をしてみての感想はいかがでしたか。はい、大好きなミニオンたちの旅にまたご一緒させていただいてすごく嬉しいです。で、いろんな魅力が詰まっている中で、映画にもぜひ皆さん駆けつけていただきたいですよね。はい、そうですね、今回はブルーとミニオンの始まりの物語でもありますので、今回本当に初めてミニオンを見られる方も、そしてこれまでミニオンを見られた方も皆さんに楽しんでいただきたいです。いやもう楽しいお話をいろいろとありがとうございます。ありがとうございます。ミニオンパーク5周年の記念すべき日にミニオン最新作の声優をされているリサさんが来てくれて、スペシャルな日がよりスペシャルになりましたね。ミニオンかわいい。ミニオンたちもとっても喜んでいます。よかった、お祝いに来てよかったです。でももっとはちゃめちゃに5周年をお祝いしたいですね。いいですね、ミニオンなんかお祝いしたいね。なるほど、なんかリサさん皆さんと一緒に踊って喜びを分かち合いたいというふうに言ってますけども、ぜひ一緒に踊って分かち合いましょう。リサさんありがとうございます。じゃあここで思いっきり喜びのダンスを踊ってもらいたいと思いますので、その様子をメディアの皆様にはゆっくりとご撮影していただきたいと思います。この後ファンファーレがありまして、曲が始まるんですが、 YMCA のサビが2回あります。2回目のサビでコンフェティが舞いますので、ぜひそこで撮影の方よろしくお願いいたします。お願いします。さあそれでは皆様、準備の方はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。ミニオンパーク大丈夫ですか。あ、大丈夫、準備はいいですか。ノーリミットで思いっきりはしゃぎながらね、はちゃめちゃに楽しんでいただきたいと思います。思いっきり飛び跳ねてね。さあそれではいよいよの瞬間です。参りましょう。ミニオンパークオープン5周年セレモニーのスタートです。ユニバーサルスタジオジャパンとミニオンパークはこれまでもこれからもゲストの皆様にはちゃめちゃに最高の体験を提供し、超元気をお届けします。夏公開が待ち遠しいミニオンフィーバーに登場するミニオンたちとリサさんと明るく楽しく5周年をお祝いします。それではリサさん、お祝いのコメントをお願いします。ミニオンパーク5周年おめでとう。はちゃめちゃなフィーバーとミニオンと一緒に超元気になろう。Yeah.
ましょう。それではリサさん、もう一度いきますよ。最高にハチャメチャしておりました。ありがとうございます。素晴らしい。さあ、それではハチャメチャダンスを踊っていただいて、ここからは記念撮影の時間に入りたい。